まあ、マイペースでオーストラリアアマゾン輸出に取り組んでくださいで。それとね、アマゾンではシステム変更やポリシー変更が頻繁にあります、まあ。昨日までは問題なかった商品が扱うと危険な商品に変更されることがあります、まあ。逆にね、昨日まで問題なかったノウハウが危険なノウハウに変化することがあります。まあ、これら何か状況が変わったらね、えー、すぐにお知らせできるように週3回サポートメール漫画を配信しています。 それからこのマニュアルの、まあ、中身というか目次なんか載ってるね、a m a z o n サポートサイトの閲覧。これパスワードかかってる記事が結構ありますんで、まあ、そのパスワードをかけた記事が見れると。で、質問はチャットワークで、えー、回数無制限で、えー、サポートしてます。でアカウント登録。 まあ中身ちょっと説明するとね、もう中身というかどういう感じでサポートするか説明すると、まあ、初心者向けに丁寧に手取り足取りサポートします。まあ、分かりにくい Amazon の説明を読み違えたり、勘違いすると英語が分かってもなかなか登録できなかったりします。まあ、これね、登録するのは一度だけなので、時間をかけて自分で調べて登録しても意味がありません。まあ、簡単なことでも私に聞いてサクッと登録を終わらせてください。 で、銀行口座解説。ね、オーストラリアアマゾンの売り上げを受けてるのに、オーストラリアの銀行口座が必要です。これ、オーストラリアに行く必要はなくて、日本にいながらも、ペオニア、またはワールドファーストというサービスを使って、オーストラリア銀行口座が解説できます。どのサービスがいいのか、登録して何が必要なのか、それもわからなかったら何でも聞いてください。自分で調べる必要はありません。それとね、登録終わったら、 NG 商品、商品探しなんですけど、この NG 商品を扱うと、仕入れたのに送れなかったとかね、仕入れたのに出品できなかったとか、販売したらね、クレームついたとか、ひどい場合は販売してね、アカウント削除されちゃったということが起こり得ますま。そういうことがないように、運べない商品、輸送が NG の商品、運べるけど、オーストラリアで販売する、あるいはね、オーストラリアに入国することができない商品、 オーストラリアでは販売も入国も可能なんだけど、アマゾンが販売を禁止している商品。まあ、これらの商品をね、えー、お知らせします。まあ、こちらも、まあ、NG 商品は今まで問題なかったのが、いつの間にか NG になったり、逆に今まで NG だったのに、いつの間にか OK になる商品もあります。私のもとにはこれらの情報が集まりますので、変化があり次第、会員の皆様にお知らせしています。それと、購入者からの問い合わせに対する対応ですね。 日本の常識は世界の非常識と。アマゾンの常識は世界の非常識。あと、アマゾンは評価を買わないというのをね、すごく目を神経尖らせてチェックしてます。まあ、こういうのに引っかからないようにね、アマゾンで生き残るためにはコツがありますので、アマゾンで生き残るための対応方法をサポートします。それと、アマゾンからの問い合わせに対する対応。まあ、こちらもね、購入者からの対応に 体温と同じように、まあ、Amazon に合わせた、えー、対応方法をサポートします